クラパウダー味の素男性が壁のタッチパネルからメニューを選びます。味の素男性が選んだのは2本の腕のようなもの。塩コショウ。実はこれ料理ができるロボットシェフなんです。塩コショウ。バーベキューを茹でて玉ねぎを炒めます。ねんねんニンニク。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 待て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 よ。これめっちゃこねたらええねんて、これ。待て待てよ。待て待て。待て。マジ。マジ。ビンビンよ、ビンビンハンバーグ。ビンビンハンバーグ、ビンビン。ビンビンハンバーグ、ビンビンハンバーグ。ビンビンハンバーグ、ビンビンハンバーグ。ビンビン。体験することができ、だからとても美味しい料理が体験できるということです。ビンビン。で、どうやって料理を体験することができるのか、人間の料理の動きを。マジでね、おからパウダー使ってみて体にね。人工知能が体験すると。ビンビンハンバーグ。ビンビン。ビンビン。で、このまあ開発ごと今開発段階ということなんですが、今の現状。